メンタリズムは超常現象を科学とロジックを使って再現する全く新しいパフォーマンスです。これからお見せするのはヒューマンコントロール、人の思考や心をコントロールします。お願いします。心をコントロールされた経験は普通はないよね。ここに1枚の紙があります。僕がこれからあなたをどうコントロールするか全てここに書いてあります。肩の力を抜いてリラックスする。ここに指輪、時計、バングル、3つのアクセサリーがあります。僕は一切見ません。その中から直感で1つ手に取って、手に取りましたか？手に取ったらそれは自分で持って、持ったら、そのまま袋の中に入れてください。よろしいですか？袋の中に入れる。はい、2つ残っています。どちらでもいいです。好きな方を手に取ってそれは自分で持って持っていってください。残った方を僕の前に置いてください。落ちましたか？完全に自分で自由に選びましたね。これがもし全て僕にコントロールされた結果だとしたらちょっと怖くないですか？今からそれを証明しましょう。最初に僕は紙を置いておきましたね。僕は一切触らないので、開いて中に書いてある結果を読んでください。自分には指輪、相手にはバングル、袋の中には時計を入れる。袋を見せて、袋の中に入っているのは時計、そして自分で手に持ったのは指輪です。指輪、人間はこんな簡単にコントロールされてしまうメンタリズムです。例えばこれだったら3つのカードがあります。1、3。今2の部分を少し弱めに言う消音法というものを使ってるんですが、こうすると2番が強調されてこれは選びやすくなります。またこれは手のジェスチャーも使っていて、例えば3つカードを出した時にこの中から1つと言いながら、右手と左手で1と3番を軽く隠してしまいます。こうすると真ん中の2番だけが際立って2を選びやすくなる。